さあ今日もセガサミーカップ中継のお手伝いをしております、私は今練習場の中継リポートを終えて、午後の選手たちが練習場 に現れるまで少しコースで、ホールアウト後のインタビューする選手たちのプレーを、見ているところです。おそらくここは必ず来ると思います。長野龍太郎選手、金谷拓実選手、このまま伸ばしていくと、おそらく組の選手たちは全ての対象になると思うので、少しプレーを見たいと思います。さあ池越も狙うこの5番、池が絡むパー4。選手もアイアン型ユーティリティで安全策。石川選手は絶好のポジションにつけてきました。なんだ、
1日振り返っていかがでしたか。そうですね、ショットがすごい2日間良くて、なかなか2日間ともパターが入らなくて、ただピンチが少なかったのでうまく少しずつ伸ばすことができました。先週の疲れもなく、はい、今週、回復して臨まれていますか。そうですね、ちょっと久しぶりに優勝争いで疲れたんで、練習ラウンドはハーフだけして、はい、来ました。はい、そのコンディショニングうまくいってのこの順位だと思いますが、はい、明日以降どのようなプレーで臨んでいくでしょうか。そうですね、上位で戦えるので、まあ、ボギーをあんまり打たずに少しずつ伸ばして最終日にいいとこで回れるように頑張りたいです。明日以降の活躍も期待しております。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。さあ2日目、ホールアウト後の練習場に来ました。古川雄輝選手、木下涼介選手、そして高田キャディがいるということは、ここに谷口徹さんが、後ほど訪れるはずです。さあそして阿久津美希也選手、そして本日ナイスプレーでございました孫ヨハン選手、ナイスプレーです。ホールアウト後の練習してます。そして小林慎太郎選手が練習を終えて、はい、ホテルに戻られるところでしょうか。これからご飯取りに行きます。これからご飯これからご飯取りに行きます。はい、何食べますか。そう、グラタン食べます。あ、いいですね。北海道グラタン美味しいところあるんですか。やっぱり乳製品が美味しいと僕は思うんですね。あ、なるほど。チーズとか、うん、はい、ちょっと今度また感想を聞かせてください。お疲れ様でした。ありがとうございました。金谷先生、先ほどはありがとうございました。さあ先ほどインタビューさせていただきました金谷拓実選手も練習場来てます。そして池村智代選手、はい、ちょっと YouTube 来てます。これ横田新一チャンネルです。めっちゃ久々、はい、めっちゃ久々です。今週か今月稼げなかったな。6月プラマと同じぐらいしか稼いでない。そういう時もありますよね。うん、オープンウィーク稼ごう。オープンウィーク、うん、お仕事。お仕事、はい、もうこれが終わると次は7月末ですね。だからちょうど夏休み明けの試合が夏休み前になったんですね。始業式が終業式になったみたいな感じ。そういうことか。うん、この大会お、まあ、まあしっくりきてない。え、分かってない。あ、後半戦の始業式が前半戦の終業式になったってことですか。そうそうそう、これ週5も分かってなかったの。何言ってんすか。え、週5さん何も気にしないタイプ。週5さん考えてない。うん、週5さん背が3日クラブ持って上げて下げたら、うん、そうお金入ってる。今日は今回はなんかね、あのショットよりもパターの方がいいみたいで。シュウゴさんですか。結構難しいラインだけど打ったら入るみたいな。はー、言ってみて。理由が分かった。上だけが遅かった、うん、あー服着てたでしょ。うん、谷口さん、あ、谷口さんに捕まってたんだ。そうそう、これ使えるかどうかわからないですけど。ね、うん、この下り使えるかどうかわかんないですけど。谷口さんも YouTube 見てるんですか。谷口さん撮ってこようか。はい、うん、ちょっと1時間ぐらい帰ってこよう。うん、横田先生何してんの。あ、横田さんは、お留守番してます。留守番、はい。どこで、どこですかね。ちょっと把握はしてないんですけど、本来は全米シニアオープンに行く予定だったんで。全米シニア行くの、なんで。いや、予選会出てました。え、どこの。ハワイで。
ひどい言い方おれんやつでしょ。はい、でもすごい自信満々で言ってましたよ。いや、自信満々はいいんだけど結果は、はい、3打足りず。3打も足りずちょっと塚田が通ったから調子こいていったん。まあまあまあ塚田さんが通ったからなのか、まあでもいけると思ったみたいです。次は全英シニアオープンの予選会に行く予定です元気やな。はい、ちょっとはずわマジで、はい、そんな予選会行けんの。これ横田真嗣キャンデル用、はい、2ヶ月ぶりの予選通過谷口徹選手です。練習場中継でもめちゃめちゃ映させてもらいました。はい、ぴったりです今ダフろうと思ったら、はい、ダフろうと思った。いや、ダフろうだなと思ったら綺麗に入る。谷口選手、好調の要因は。好調の要因ですか、うん、久しぶりにレギュラー来て、うん、話し相手がいっぱいいて楽しいんじゃないですか。さっきおっしゃいました、さっき。うん、そういう感じですか。はい、多分そうです。クルーはちょっと似てるとか。クルーが俺に似てる。そうだな。ごめんごめん。ごめんね。でも、お前はあっちの方が早いんで、お前の方が後やと思う。俺に似てるって、でも当たらないの中で気持ちわかるんですよね。いや、あいつはちゃんと当たってる。今ツアーゼロ勝やけど、JT スバッツ。はい。問題メジャーは。今ティアップしたよ。はい。えらい綺麗に当たるな。ナイスプレス。みんなあれ60キロぐらいまであんま言わんとってくれそうな。いや大したことないねんけど、あんま言わんとってくれるそんな次元低い話で。だともっといけると思っていいのに、途中からなんか絶対入る、クルーがだけちょっと、絶好調ですね、口が、おしゃべりが止まんないですね、調子いいわ。これ横田新チャンネル上げていいのかな。まあ楽しそうだから大丈夫ですかね。はい。ということで午前組終わって。超ご機嫌な谷口徹さんでした。